ドラドラ野球 TV です。今回は中日キャンプの通信簿として今年の新戦力たちの現状を見ていこうと思います。ドラドラ中日との強化試合も行われ盛り上がっている侍ジャパン。今回中日から選出されているのは高橋宏斗投手のみですが、中日には潜在能力にあふれる選手がまだまだいます。そこで今回は3年後の2026年 WBC に選ばれてほしいドラゴンズの若手選手をピックアップ。一ファンの個人的予想ですので皆様の予想もコメントください。それでは本編始まります。まずは2026年侍ジャパン4番サード候補は中日ファンの希望の星、石川昂弥選手です。今回行ったアンケートでも圧倒的1位でした。現在の侍ジャパンの4番はヤクルトの若き三冠王村上選手。3年後も4番を張っている可能性は限りなく高いですが、石川選手にはそれを超えるくらいの活躍をドラゴンズファンは期待しています。ちなみに村上選手の2022年の成績は打率3割1分8厘56ホームラン134打点。まず石川選手には今年1年1軍でレギュラーを張り20本以上ホームランを打ってほしいですね。続いて2026年侍ジャパン8番セカンド候補は強化試合でも活躍の目立った田中幹也選手です。今回行ったアンケートでもルーキーながら3位でした。田中選手はバッティングは未知数ですが、守備と足は日本を代表するレベルに達するのではないかと予想し、現在の侍ジャパンの守備の要源田選手の後釜としての選出です。源田選手といえばその圧倒的な守備能力が武器。田中選手はチームではセカンドを中心に守っていますが、リューク選手の守るショートも虎視眈々と狙っています。ちなみに源田選手の2022年の UZR は 14.4。 UZR はリーグの平均的選手よりどれだけ失点を防ぐ守備をしたかという指標です。今年1年目の田中選手、マスはレギュラーを獲得しリーグ最高の UZR を記録できるくらい頑張ってほしいです。また周東選手に負けないくらいの盗塁記録も作ってほしいですね。続いて2026年侍ジャパン1番センター候補は、ここは文句なしでしょう、岡林選手です。今回の侍ジャパンに選ばれてもおかしくなかった活躍を見せた岡林選手。3年後にはどこまで成長しているか中日ファンも期待が膨らむのですが、現在の侍ジャパンセンターの候補である近藤健介選手の成績くらいにバッティングを上げていけたら最高です。ちなみに近藤選手の2022年の成績は打率3割2厘8ホームラン41打点。長打と出塁率が岡林選手の課題なので、ぜひそのあたりを改善させて侍ジャパンに選出されてほしいものです。どやどや続いて2026年侍ジャパン第一先発の候補は、やはりここは高橋宏斗投手。日本中から注目を集める現侍ジャパンの最年少選手です。3年後でも23歳なのでまだまだ若いのですが、その頃には日本を代表するピッチャーになっていてほしいと思いますね。現在の侍ジャパンの第一先発は師匠の山本投手でしょうか。昨年は投手三冠を獲得し防御率 1.68 15勝5敗、まさに手をつけられない状態。高橋投手には怪我なく着実にその頂きまでステップアップしてほしいですね。まずは今から始まる WBC での活躍を祈っています。続いて2026年侍ジャパンストッパーの候補は、ここには清水投手が最有力ではないでしょうか。昨年は7回の男としてブレイクを果たし32ホールド。中日ではライデルの鎮座するストッパーを狙う23歳です。現侍ジャパンのストッパー候補は同年代の巨人大勢投手。昨年は1年目から巨人の守護神としてポジションを獲得、37セーブで新人王にも輝きました。彼もまだ23歳なので次回の WBC では清水投手の良きライバルになってくるでしょう。清水投手には昨年の好調を維持し相手チームに絶望感を与えるような異次元の活躍をしてほしいものです。その他の候補も見ていきましょう。まずは昨日のアンケート結果から見ていきましょう。上位3位は石川、岡林、田中の3人。石川選手 48%、岡林選手 35% と2人が圧倒しています。一方4位根尾投手 3%、 鵜飼選手は 2%。 1人しか選択できないのでこういう結果だったと思いますが、中日ファンの皆さんの石川選手に対する期待は絶大なものなんだなということが明確になった結果となりました。他にもコメントがあったのは、
ルーキーキャッチャー山浅選手、練習試合での鮮烈な活躍を見せられると3年後でももしかしたらと期待しちゃいますね。続いて小笠原投手、ついに正式発表となった今年の中日の開幕投手。先日の WBC 強化試合のピッチングを見た他球団ファンの方からは、今すぐ侍にという声も聞こえてきます。メジャー志向も強い小笠原投手、3年後にはどんな大投手になっているか楽しみでしかありません。他にも源田選手のショートの後釜候補には田中選手のみならず龍空選手も名乗りを上げてほしいです。昨年の UZR 戦という指標では源田選手を超える守備力を見せた龍空選手、まだまだ21歳、ここからの伸びしろは無限大です。まだまだ未知数ですが、センターの後釜にブライト選手の名前が上がってくるぐらいの活躍をしてほしいです。練習試合ではチーム1のホームランを放っている攻撃型センターのブライト選手、憧れの塩見選手を超える活躍を期待しています。山賊山川選手の後釜には中日のブンブン丸鵜飼選手でしょう。飛距離は問題なし、今年に期待です。根尾投手はぜひとも今年から始まる先発起用で実績を残してほしいですね。甲子園優勝投手、彼ならやってくれるはずです、などなど、中日には魅力的な若手選手があふれています。他球団ファンにも一目置かれるような選手がどんどん増えていってほしいですね。最後までご視聴ありがとうございました。それにしても先日までのアキーノ選手の3戦連続ホームランはとても心強いですね。とにかく打球が速い、昨日の打球はレフトフライかと思いきやのホームラン、すごいパワーです。また田中幹也選手が早くも他球団ファンに見つかってしまった WBC 強化試合にもなりました。初対戦の今永投手からヒットを打ち盗塁成功、もうワクワクしましたよね。これまでの立浪監督の起用から見るとセカンド争いは田中選手が一歩リードしている模様、これからのオープン戦でのセカンド争いが楽しみですね。最後に昨日コミュニティ投稿でもお伝えしましたが、 WBC 日本戦の配信は Amazon プライムビデオで、初戦の中国戦から決勝まで全て放送されるようです。月額は500円、しかも入会30日無料です。私は以前から入っていたのですが、満足度のかなり高いサービスです。ビデオ以外にも音楽や電子書籍、 Amazon 商品の最短配達など盛りだくさん、詳しくは説明欄よりご覧くださいませ。ご視聴ありがとうございました。またね。